シャス7日です。今回はこちらのタイタンを使ってドミネーションやっていきたいと思います。これね、何試合目かな、あの向こうのね、向こうの敵に3パーの人かな、なんか3人パーティーっぽい人がいて、なんかソードフィッシュやらなんやら胸武器をわしゃわしゃ使ってくるんで、じゃあ俺はタイタンだってことでね、昔ながらのやっぱりコールオブデューティーといったら LMG、 そんな感じでタイタン持ってきました。はい、そんな感じですよ。まあこれはでもね、結構本気でやってたんで後付けです、そこはご了承ください。まあ今回はちょっとね、その後付けもプラスなんだけど、ちょっとねオーディオの話をちょっとねネチャーニチャーとしたいので、そう、先日秋葉原に行ってね、ヒイラギさんと秋葉原に行って、あのシンフォギア&オーディオ巡りをしてきたわけですよ。やっぱ秋葉といったらね、オーディオの街でもありアニメの街っていう形で、そうなんですよ。ちょっと雨がねパラついてたんですけど、ちょうどね、まあ傘ささなくてもいいぐらいの雨模様でね、当日は迎えて、でイヤホンに行ったりね、こうアニメ DVD ブルーレイそして CD やらのこうトレーダーが一番いいんですけど、あのそうそれを回ったんですよ。まあなんだかんだね、秋葉行ってる人だったらわかるけど、トレーダーのありがたさね、トレーダーがね、なん多分どのお店よりもトレーダーが一番やっぱり安いねってことがもう判明したっていう、そういうね、あの旅になったわけですよ。でそこでね、いろいろと目的のものは買い揃えました。じゃああとは何するかって言ったら、まあイヤホンでね、あのヘッドホンをね、ヒイラギさんにこれどうですかどうですかってね、いろんなヘッドホン聞いてもらったり、あと最後にそうオーディオですよ。まあオーディオっていうとね、僕の場合は今はどっちかっていうとヘッドホンのイメージが強いと思うんだけど、僕スピーカーに凝っていて、そのスピーカーのシステムでヒイラギさんが聞いたことないっていうんで、まともなもので、じゃあって思ってヨドバシカメラの中にあるめちゃめちゃ高い、合計1000万くらいのねオーディオセットを視聴してもらおうと思ってね、店員さんにすいません、あっちの機器で聞いてもいいですかってちゃんとねここで了承を得た上で聞いたわけですよ。使ってたスピーカーはフォーカルのスピーカーで、でプレイヤーとかアンプ類は全部ラックスマン統一って形だったんですよ。まあラックスマンでフォーカルってまあ珍しいなーなんて思いながら、まあでも秋ヨドだったら絶対そのシステム、昔からずっとそうなんですけど、昔からって言っても僕もさ 2,3 年ぐらいからずっとそんな感じで、いろいろとあるんですけど、そこでね、ファナとあとナナさんと、ミスアンドロイドとなんだ、あそれぐらいか、でもそれ聞いた感じですね。そうまあナナさんはアルバムも持ってって、ヒイラギさんがシンフォギアドハマり中なんでエクスターミネートがいいってことでエクスターミネート持ってってね、 CD をでそれぞれ CD 全部持ってって聞いたわけなんですよ。みんななんか1000万円のオーディオで聞くアニソンってね、なんかまだまだなんかこうアニソンっていうものに対してアニソンの高級オーディオでっていう人たちがまだまだちょっとなんかねいるんですよね、ちらほらと。だけどね、全然あれですからね、なんでしょう、いろいろとまあここら辺はね、お年を召された方とこう若者と音楽の違いがあるんで、それはあれなんですけど、結局作ってるスタジオ自体はね、しっかりとした音源を作り込んでるっていうのがね、聞いたら一発でわかりますよ。まあそれがちょっとあれなね CD とかもあるけど、でもやっぱり自分が好きな音楽をいい音で聞きたいって思いはね、老若男女同じなんですよ、思いは。っていうところで、1000万グラスのこのシステムで聞いた音なんですけど、なんやかんや言ってね、みんなが多分想像するんだったら、もう超絶、もうそのままの、なんでしょうね、アーティストも楽器もそういうところに全部、こう、目の前にいて歌ってるかのようって思うじゃないですか。っていうことでもないんですよ、実は。ここら辺ね、いくらお金をかけてもね、スピーカーっていうのは、よし悪しがあるんですよ。よし悪しっていうか、向き不向き。そういうのがあるわけですよ。向き不向きってどういうことかっていうと、スピーカーのその特性というか、このスピーカーのこのユニットは、こういう音が得意とかね、金属音が得意とか、ハイハットのシャンシャンシャンって音が得意とか、バスのキレがいい、どんどんのキレがいいとか、ボーカルがもう生々しいとか、いろいろあるんですけど、今回、主張したフォーカルのスピーカーで聞いた音源で一番良かったのが、ミス・アンドロイドの、スカーレット・バレット
だったかな、名前ちょっとあれなんですけど、そういうロック系でもあり、まあ人の声、そうだから女の人の声を3人比べた中でもやっぱりね、ボーカルの真ん中にこうボーカル、まあ、スピーカーは右左と置くんですけど、そうセッティングちゃんとすればスピーカーが全くない中心から音が聞こえるっていう、そういう現象がまた面白いんですけど、そのボーカルが前にこういるように思えたり後ろになったりっていうのが結構 CD によって差があって、ナナさんとかはまあまあまあそう普通というか、ナナさんとかファナは普通にちょっと、やっぱ遠いかなと思ったら、ミス・アンドロイドは中心にバチーッと決まってね、一番良くなったりとか、いう形でね、まあ、音作りも多分あるかもしんないんだけど、すごくそういうの、そのね、なんか変化が顕著にわかる。そう、わかるんですよ。だから音と楽器が全部見えるっていうので、ヒーラーさん疲れたっつってね、言ってたんですけど、そうなんですよ。だから絶対音感の人って、なんか音に疲れるっていう話、僕もなんかどこかで聞いたことがあるんですけど、それに近いようなことができるわけですよ。だいたいみんなね、まあ言ったらこう外人さんがめちゃくちゃ早口で怒鳴ってても、あ、なんか言ってんなしかわかんないけど、日本人が怒鳴ってて自分に対してとかそういうね、悪口言ってたらそれわかるわけじゃないですか。それでいちいちちょっとピクッと反応するわけですよ、こいつって。でもそれが言葉わからなかったら何言ってんのかなみたいな、そういう違いがねあるわけなんですよ。要はだからその音もしょぼいシステム、ほんとしょうもないシステムで聞いたら、あ、音楽がいいねぐらいなんだけど、もうなんか本当に素晴らしいシステムで聞くと、ボーカルのいいところ、ボーカルがどうこうとか、もう楽器がどうこうとかっていうのが、もうすべて同時に押し寄せるぐらいの、そういう音のね、波に飲まれてしまうので、人によってはというか、まあ、結構ね、なんでしょう、3時間ずっと聴き続けられるっていうものではないんです。だから僕らも5曲ぐらいかな、5曲ないし、10曲ぐらい聴いて、お腹いっぱい。まあ10曲聞いてない、多分ほんと5曲ぐらいでお腹いっぱいになってね、ああよかったっていう満足したというわけでね。だから時間がすごい多忙なお医者さんとかがオーディオにハマってこういろいろするっていうのは、そういうところもあるのかなって僕は個人的に思ったりするんですよ。オーディオって本当に面白くて、5分でお腹いっぱいになることもできるわけなんですよ。だから他のなんか趣味っていうのは1日かけて楽しむ、例えばスポーツもそうだと思うんですけど、スポーツアウトドアとか、まあ、いろんなところでね、1日こう時間をかけて楽しむ趣味と、本当短時間ですっともうね濃厚な時間を過ごせる趣味っていうところで言うと、僕はねオーディオが大好きなんですよね。そういうところがあったんですよ。まあだから自分の好きな音源持ってって、まあ、ちゃんとねヨドバシの店員さんにこう了承を得て、あと音楽の多少はね何にも知らない人は店員さんにこれ聞きたいんですけどとかいうね、例えば CD 持ってってこれこのシステムこのアンプでこれ聞きたいですとか、このスピーカーでこれ聞きたいですって言ったらセッティングしてくれるんで、まあ多忙じゃなかったらね、多忙じゃなかったというか、まあ、人がね頼んでたら店員さんもねその人に対応してるんで、僕はもう自分でそれが全部わかるんで、あ、すいません、視聴室の使ってもいいですかって聞いて、もパパパって自分セッティングしたんですけどね。はい、結構まあ機械が増えれば増えるほどスイッチがポチ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 やってね、4つぐらいの機械をフルに使って聞く音楽だったんで、いろいろと電源の入れる手順とかもなんかいろいろあるんですよ、そういうのが本当ね。まあでもそれで聞く音楽っていうのはなかなか素晴らしいものですよ。みんなにもねそういうなんか電気屋さんとかでもいいし、近くにオーディオショップがあったらね行ってかけてみてもらってください。まあ多少ちょっとね個人的な偏見がちょっと大きいんですけど、愛想いいのはやっぱり電気屋さんで、オーディオショップの人は愛想悪い、いいか悪いかって言ったらどうだろうな、ニコニコっていう形よりどれどれっていう形の感じなんですよ。
で、あのオーディオの店員さんはね、話し込むとねすごいね良かったりするんですよ。こう、あのあんまりニコニコしない人だけど、あ、話してみると、あ、案外みたいな、そういうギャップがね僕は好きなんですけど、だからいろいろとね、このスピーカーはこれが得意ですよね、あれが得意ですよねっていう話をすると、うーん、結構ねそういうところあるので、僕はあのね、自分の凝った趣味とかのマニアックな部分はね、積極的にそういう店員さんとのお話がちょっと花咲いてね面白かったりするんですけど、はい、まあそんな感じでね、あの今回はオーディオの旅に出たというわけなんですよね。まあこれからの季節ね、まあみんなどうだろうな、オーディオ系ハマるかどうかわかんないけど、まあハマったらぜひともね、ヨドバシとかそういうところ電気屋さん行ってね聞いてみるといいですよ。ヘッドホンもイヤホンもそうだけど、誰かがおすすめしてるイヤホンヘッドホンって確かにいいんだけど、聞き比べると自分の音源に合ったイヤホンヘッドホンっていうのがあるので、まあ 2,3 万ぐらいだったらなんか人気ので選んでいいんだけど、それ以上の価格になると、本当にね、視聴ができるのであれば視聴した方が僕はいいかななんてね思ったりしますよ。はい、意外と好み分かれる、本当に。フルーツ大好きって言ってね、いちごとか全部そっちのけのも全部同じじゃないですか。だからそのフルーツ大好きだから高いフルーツだけで適当にね、ドリアンとかが運ばれてきたらやーべーの来たよってなっちゃうんで、だからそうならないように自分の好きな果物というかフルーツをね、探すみたいな、そういう感じかな、言ったらね。好き好みあるからね、そうそうそう、それもオーディオであるんですよ。で、僕はねこれはかなり確実に勝ちたかったんで、ガンシップをガンシップを最後に持ってくるんですよ。もう絶対勝ちたかったんでね、この試合序盤でガンシップ取ったから、そう、このまんまね、雑談しようかなってこの中ではねちょっと雑談してたんだけど、さすがにちょっと後半になってから、この人たちやっぱ強い人たちって後半になってくるとスイッチ入るんで、そのスイッチが完璧にオンに なる前に、いやこれはもう切り分けて行こうっていう、そういう判断をした今回の試合でしたね。この前の3試合まではねずっと負けてた、それを勝って味方さんが喜ぶっていうね、いやーよかった。というわけで今回はこんな感じで、結構雑談、オーディオ雑談をしたわけなんですけれども、まあまあどうでしょうか。というわけでね、またなんかあったら、まあこれが知りたいとか、ちょっと僕のオーディオ系の話でなんか知りたいことがあったら答えるので、ぜひともねコメント欄にてお聞きください。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。なんかあれでね、おい来た、いいね、あ、ワンちゃんちょっと倒したいな、あれ、おい、あーいいね、圧倒的な火力、あ、虹光った、やったー、虹光ったぜ。これ待って、これいつまで続くんだ、このかもしれんけども、おーんって感じですね。おい、あー、こういうなんだろうな、音響センサー系のこのなんか特性をちゃんと知ったらスチールも取れるんでいけるんで、こんな感じですよ。